チャールズ・ダグラス・ケアリーはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。1987年1月27日にテリー・ハーパー及びフレディ・ティブルシオとの2対2のトレードでランディ・オニールと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍。1989年にニューヨーク・ヤンキースへ移籍すると1990年には27試合に先発して ローテーションの一角を担った。しかし1991年は、左肘故障のため一生に終わり、9月に手術を受けている。12月24日に年俸6500万円で巨人への入団が決まった。1992年は、左肘の手術の後遺症もなく、オープン戦では速球を低めに集め、先発とリリーフのどちらでも対応できると見られた。開幕後は、 クローザーとして起用され、4月12日には初セーブを挙げたが、3試合目の登板となった4月14日の対広島戦で救援に失敗し、クイックモーションが使えないという欠点も明らかになった。5月以降は先発としても起用され、6月7日の対中日戦では8回1失点で初勝利を挙げている。シーズン終了後の11月30日に対談した。 巨人では、背番号55をつけていた。対談翌年に入団して、背番号55をつけたのが、松井秀喜である。翌1993年は、シカゴホワイトソックスでプレーした。長身から投げ下ろす、時速140キロメートル台の速球と、シンカーが持ち味だった。一方で、クイックモーションが使えないこともあり、走者が出ると集中力をそがれやすかった。他、 スクリュー、チェンジアップも投げる。ありがとうございます。